遥かな未来、自動率となった彼女を失い、私はただ一人の時間旅行者となった。幾度となく彼女と出会い、幾度となく絶望を味わってきたが、今度こそは。終わりです。大丈夫だよ。あーちゃん生きてるよ。優子の中の魔獣は未だ騒いでいる。ならば魔王はまだ。兄貴、いるなら返事してくれ。神を支配しようとしておる不届き者。君はうちの学生か。それなら下がっていなさい。学生を傷つけるわけにはいかない。もう私の攻撃を防ぐ力は残ってないでしょう。待て。うわ、ブレイブ、ブレイブ、どうして。私が開発した装備だからね。それじゃあ、あんたが島にスーツを残した人。はじめましてかな。大和防一郎だ。君は三輪家の方だね。俺が必要なはずだ。対魔王用のスーツをわざわざ開発したということは、あんた一人では魔王を倒せないということだ。そしてあんたは俺と同じ、まだ魔王が生きていると考えている。おう、それは私に協力してくれるという意味かい。わからない。だけど俺には力が必要なんだ。待て。いや、判断は若者に任せるべきなのかもしれんな。本当ですの？本当だよ。あーちゃんの気配とかあの感じわかるもん。保護色。目的はこれの破壊ですよね。身の程知らずな。なんですの。気味の悪い。ご覧ください、沈黙を続けていた照屋家の軍勢が進軍を開始しました。校舎内に突入する模様です。反撃です。沈静化していた魔獣の攻撃でしょうか。なんだ。生徒会の許可なく校内に入るなよ。ルビー白石。それに僕は知っている。テルヤ英子がテルヤ家の当主テルヤ慶三を殺したの。まさかの発言です。テルヤ家当主テルヤ慶三氏は魔王ことサイ・ヤクトによって殺害されたと発表されていましたが、これはどういうことなのでしょうか。ちくしょう、ふざけんじゃないよ。やってしまえばいいぞ。協力するため
あたいが父親を殺したとデマを流している大罪人だ。それを疑う者もいるだろう。だから殺せとは命令しない。捕らえろ。投げつけやがったぎゃ、あいつ。ヌガ、アルヌール、お前らソガケーナを守れと言ったはずだぞ。それはミチエがやってるぎゃ。生徒会副会長大竹ミチエ、素直でない会長の命で参上したり。アリース副会長、ここはちょいと活躍させていただくで。アリースよ。バカか、どうやってこの状態から抜け出すつもりだ。会長の考えと同じやり方するだぎゃ。ぐぐ、そうかい。じゃあせいぜい暴れようかな。くらえ、自殺球場ぶったたき。相変わらずのネーミングセンスだぎゃ。テルやエイコまであと少し。近づくと怪我するぎゃ。グガ。お兄様の仇。迎えに来た。というと嫌がられるかもしれないけど、私はあなたのことを必要としているのです。それは分かってもらいたい。あなたはいいことをしようとしてるのかもしれません。ですがあなたが必要としているのは私ではありません。なぜそんなことを言うのです。あなたの心は別にありますもの。この世界を、季節の移り変わりを、人々の心の変化を監視してきた私にはわかるんです。もちろんあなたのことも。だとしても今は人々のために動かなくてはならないんです。私の個人的な感情は後のことにしたい。そうはさせません。おそらくは最後のチャンスなのだ。あなたにも人の心があるなら邪魔をしないでもらいたい。人の心？あなたのために命を失った人がいてもですの？魔王を目覚めさせて被害を拡大させたのは誰だ？今の方がより人は傷ついている。そんな理屈聞きませんわ。服部優子をここに呼べ。はっ。さて服部純子、働いてもらうよ。限界とす。副会長。どうやらぶっ倒さないとどうにもならないようですわね。アンさん、得意な魔術とか荒らします？あったり使ってます。薬物以外は普通の生徒並み。追いつかれてしまうべよ。生の顔は方言の安定しない方ですのに。研究室まで逃げることができれば。なんだと。何度も言わせるな。生徒会長を始末しろ。まさか口封じではあるまいな。口を慎め、作戦中だぞ。しかし生徒会長は魔王の軍勢ではありません。この命令に先んじてアイドル星野ゆりちゃんを私のテントに呼ぶように言ってやる。もうお前のそばにはいないはずさ。何が言いたい。戦場のアイドルが指揮官の盾になって命を落とす。どう？美しいんじゃないかしら。テルヤエイコ！ハクト、生きているのなら
早く魔王であることを証明してみせろ。この腐った状況を一撃でひっくり返す圧倒的な存在であることを証明してみせろ。君はうちの生徒だろうに、どうして僕の前に立つ。やっほーほう、人質を取られたか。しかしそれがなくとも照屋家には逆らえないというところかね。ここで止まってください。会長、私はともかく我が家の部下は気が荒い。命の保証はできません。バカタレ、命の心配なんざしてられるか。正しいと思ったことは意地でもやるんだよ。家柄だの他人だの知るか。間違ったことに加担するやつは善人だろうが弱者だろうが死んで当然なんだよ。やれ、ニラリンポーご褒美ディッシュ。どういうことだ。なんだお前ら。テルヤ英子の父殺しを信じる者だ。人形、何なんだこれは。人形を使う術者がサイモン・エイトにいるって話だ。妹さんには同情するし、できれば助けもするが、どうにもならなかったとて恨むなよ。伊賀忍法乱れ月影。腕は2本あるんだよ。実力の差がありすぎる。いかん。テルヤ栄光、覚悟だぎゃ。グガ、バカ者、こいつがどうなっても。足止めお願いします。じゃあ、パツキ一人でありんすか。これ飽きまへん。何をしたでありんす。液体窒素ですわ。副会長、攻撃を。あんた、なんてやつだアリンス。ともかく撃退しましたわ。さあ状況を見に行きましょう。ブレイブ、約束は守るよ。ただ少し遠くに行くことになる。ソガケーナ、まさか道枝の身に。その子を助けたかったのかい。だからあんたに協力している。もう一度。貴様ら道枝に何をした。往生しろ。会長、待つだぎゃ。代わりに。大変だったね、ご苦労様。ん、これで照屋家は失墜。すでに魔王も倒れた。我々とあんたの利害は一致している。今は協力しましょう。気に入らないよあんた。やれやれ、厄介なおちびちゃんだ。死んだよあんた。何の利益にもならない争いだってのに。最大の技で礼をさせてもらわなく気分が収まらん。覚悟、最大級のぶん殴り、その名もザ・ぶん殴り。
どこにいてこいつを操っている。そりゃ秘密さ。お互いに運が悪かったらまた会おう。だけどあんたには俺がわからないだろうね。俺はこの通り顔がない。畜生。なんだ。幻覚は何が起きてますの。あなたの家系が空母を制動してくれなかったら僕は。いや、黒竜のおかげじゃて。大丈夫かい。強がる趣味はない。今後の戦いに響くから正直に言うが、おそらくは機能のいくつかが不完全になった。負ける覚悟さえ必要。君の言葉が嘘じゃなくなるかもしれないな。ケイナは。申し訳ありません、ヤマト坊一郎に。それなら追いかけないと。行こうか。うん。待ってくださいませ、私も行きます。そういうわけにはいかない。これから先どうなるかは僕にもわからないんだ。どうしてソガケイナなんですの。それは彼女が僕の物語を剥ぎ取ってくれるからさ。そこに差があったんですのね。でもアクト様、帰っていらしたら私もきっと。現体制の全てを破壊するつもりで行動するのと結果現体制の全てを破壊してしまうのは同じことだ。でしたら僕を。いや、止めるよりは面白いものが見られそうだし。服部純子、早く魔王を討伐するんだね。この子に及んで。こらえてくださいお嬢。もしテルヤ英子の父殺しが本当でも、我らが手を出してしまえば権力の座を狙った暗殺になってしまいます。ならば黙って従えと。魔王を止めろ、命令だ。歯向かうのかい。歯向かえばあんたらの家は終わりだってのに。お嬢、お腹立ちは分かりますか。いずれにせよ敵は憎き魔王。この場は多分刀のしてほしいことをしようとした時だけ抜けるのよ。そしてね、抜いたら好きにすればいいのよ。内省するより信仰するより、生きて自分のことを気遣ってくれる人のことを信用しないとね。どうした。これからお前たちを裏切る。正義も家柄も私たちを救わなかった。私は私が愛した男のために生きる。この裏切りは愛だ。おお、ソフィアの剣が。裏切りではありませんぞ、お嬢のお心のままに。魔王に味方するというのか。その通り。その程度。こちらにはまだ兵隊が残っている。ソハヤの剣よ、愛に力を。殺してはいけません。生きて罪を償ってもらわなければ。コロネ、エイコ、父上。
長が死んだはずのテルヤ継造士が現れました。なぜ父上が。育て方を間違えたまま死ぬことはできんのでな。ですが確かに私を誰だと思っている。終わったら君のことを大切にするよ。最後になるかもしれない。知ってることを話してくれないか。ああ、魔王帝は人間だが人間ではなく体内のマナに調整が加えられて誕生する存在だ。そうか。だから何度でも生み出せ。うまくいきそうもないときは殺してまた100年ほど待つ。そんなことを神は繰り返してきた。人間も勝手なら神も勝手か。キラキラつないで My Fantastic